キリュウヨシヒでは、滋賀県彦根市出身の日本の陸上競技選手。専門は短距離走。2017年に100メートル走の公認記録では、日本人史上初の9秒台となる9秒98を記録した。日本生命所属。マネージメントはアミューズ。2016年リオデジャネイロオリンピック400メートルリレー銀メダリスト。 2012年、2013年、2014年、2015年、2016年、2017年、日本人史上初の9秒台、2018年、2018年。大学卒業後は、日本生命所属となる。6月に、日本選手権に出場。6月22日の男子100メートルでは準決勝を10秒16の、全体トップで通過するも、決勝では10秒16の3位で、 アジア大会の個人での出場を逃した。6月23日の200メートル決勝では20秒69の4位に終わった。8月30日のジャカルタアジア大会男子400メートルリレーでは第3走者を務め、1998年のバンコク大会以来20年ぶりとなる金メダルを獲得した。2019年3月23日、オーストラリアで行われた 陸上大会の100メートルで10秒08を記録した。200メートルでは5年ぶりの自己ベストとなる20秒39を記録した。4月21日、アジア選手権陸上の100メートル決勝で10秒10で優勝した。5月11日、世界リレーではアンカーを任されたが、バトンミスによって失格に終わった。5月19日、成功ゴールデングランプリは、 ガトリンに次ぐ2位となったが、セカンドベスト10秒01を記録した。6月28日、日本選手権では100メートル決勝で10秒16で2位となった。6月30日の200メートル決勝では、雨の中20秒54の3位となった。キリュウヨシヒ YouTube チャンネルを開設9月27日。 世界陸上競技選手権100メートルと400メートルリレーに出場。100メートルでは予選10秒18、準決勝10秒166着で敗退した。リレーでは37秒43のアジア記録を樹立し、銅メダルを獲得した。2020年1月1日、年上の一般女性との結婚を発表した2021年2月25日。 自身の YouTube チャンネルで長男の誕生を発表した。風速は追い風、タイは向かい風。太字は自己ベスト記録、受賞、功績。ありがとうございます。